東京ヤクルトスワローズ30年目のシーズンです。つば九郎の登場です。はい、つば九郎、後ろにはドア。はい、さあ、つば九郎の今日の一言聞きましょうか。おっと、フレームアウト、そしてフレームイン。絶妙なお二人、これなかなか動画にこう収めている方多くいらっしゃいますけど、はい、もうちょっと続けましょうか。続けた方がいいです。あ、そろそろ大丈夫です。はい、そろそろ大丈夫そうです。はい、どうもありがとうございました。さあ、それではつば九郎の一言いきましょう。はい、スーパーカラムジョブでありません。はい、今日はそうです、高橋奎二投手の誕生日です。高橋奎二投手誕生日おめでとう。ビッグバンレーダーも誕生日です。懐かしいですね。高橋投手のビッグバンレーダーも誕生日です。はい、今日もドアラ、はい、が、元気です。昨夜はごちそうさまでした。3時間飲んでいた。そうなんですね。はい、勝利してつば九郎明けの牛の酒をたくさん飲まれた。はい、今日の試合も勝ってパトロール代表のコーチになります。なぜならば、はいはい、一番ベースなんでしたから、つば九郎の本命7着だったんですね。はい、ということはスワローズ勝利じゃないですか。つば九郎、今夜は何をご馳走してもらおうかな、楽しみです。ドアラさん、今日は母の日です。普段言えない感謝をしてみては、皆さんいかがでしょうか。皆さんもすでにお伝えになられているかと思いますけれども、はい、先ほどドアラーの母ってギャルなのか気になった、気になりますね。ドアラーのお母様、一番すごいです。ロブと不思議。それは福士君の母ですね。笑いが起きてます。そうなんだ。じゃあ、落合さんは、はい、福士君の父だそうです。そうじゃないですかね。はい、ということは、まさかのロブと夫人で、福士君という、こういう関係じゃないですね。はい、そのままや。はい、落合さん、パッとありがとうございました。というわけで、元気に。さあ、行こうか。はい、どうもありがとうございます。さあ、それでは、両チームスターティングラインアップの